金子康二は元日本兵、千葉県浦安出身。1940年4月、徴兵検査で公衆合格となり、同年秋に招集されて、北島方面軍独立混成大重旅団44大隊に入隊、二等兵として中国に従軍する。1945年の敗戦を中国で迎え5年間シベリアに捕虜として抑留され、その後、 中国の武順先般管理署に収容された。ここで6年間の交流の後、1956年に基礎免除の決定を受けて釈放され、同年、日本に帰国した。中国からの機関車で組織された中国機関車、連絡会の会員となり、1990年代から戦地で行った犯罪を証言する活動を始めた。田辺俊夫や畑久彦は、金子の証言に、 矛盾や疑問点を指摘している。武順の奇跡を受け継ぐ、開会法、前へ前へ、第32号、2010年12月1日、ABC 熊谷真一郎、金子さんの戦争、中国戦線の現実リトルモア、2005年、ピアニッシモ、44フォルティシモ、183フォルティシモ、211F、222F、 ISBN4 から898151566。田辺俊市を検証級日本軍の悪行、歪められた歴史像を見直す自由者、2003年。ISBN4 から915237から36から2。AB 旗育彦。終戦特集を検証する空想巨現象の記憶に苛まれる、朝日新聞。諸君。 30、731部隊、これら作戦、熊谷慎一郎編集部、n h k 一都部特集から消された戦場の証言、期間中記念、2007年12月1日閲覧、ありがとうございます。